いいね。おっチャンネルです。どうも、宇都宮2日目です。はい、昨日思いのほか早くてか私ら食べれなくなってるよね、やっぱり量が。あとでもさ、最初前のうどん時もそうだったけど、最初ってついついさ食べちゃうんだよね。食べちゃうね。そう、はい、うどん最初のバカ1台も結構食べてしまったよな。一番最初はチューとか頼んじゃったとかね。アホということで、昨日いきなり3皿頼んだりとかして2軒で挫折してしまいました。でも後悔はしてない。はい、はい、後悔はしてない。後悔はしてない、ね。はい、ミンミン食べられたから、はい。で2日目も、はい、今ねもうお風呂も入って、身だしなみを整えて、体調もバッチリということで、今日は3軒回りたいと思います。はい、まあ昨日はどちらかというと歴史を攻めましたので、今日は人気系。人気系。宇都宮は人口から言って食べ物屋さんすごく多いところだよね。それでもう20年前に来た時にすでに大工文化が発達していたので、早かったんだよね。だからみんな食べて飲む、そして、運転してもらって帰る。そういう面で俺たちだから宇都宮好きだったんだよ ね、 ね、ここら辺に入れます。はい、あ広いし助かるわ、その広さ。宇都宮の駅前です。さあ今から行きたいと思いますよ。なんかええ感じやね。こっちってことか。あった、これか。あ、これ違うじゃん。違うよ。これ宇都宮餃子か。ここじゃないんだけど、ここも餃子屋さん。あ、そこ。はい。ここ、ここ。こっち、もちっと。こっち。あ、すごい、餃子ビルだよ、ここ。ここね。ここ。いいじゃないですか。これなんて読むの？餃天堂じゃない？うわ、すごいいい匂いしてる。はい、どうぞ。はい、どうぞ。33セット。でも44セットだね。44セットはやめた方がいいと思うかな。ダメだね。これ飲む店やな。飲みたいな。とちおとめラムネだって。嬉しい、お茶です。マヨって何、どれ食べるの？これマヨネーズって何に使うの？餃子の焼き餃子です。へー、はい、ありがとうございます。焼き餃子は肉汁ゼロの差であります。はい、はい、マヨネーズと一味だけ。マヨネーズと一味ね。餃子はこの中に醤油数があります。はい、醤油は大きな70g。はい、ありがとうございます。これがお好みです。これが三三セット。先ほど申し上げましたので楽しんでやってみてください。はい、何かありましたら一度声かけていただければ。はい、わかりました。ちょっと早めに芝居に喋っちゃいましたので。いえいえいえ、3と1名。はいはいはい。そんでお久しぶりです。はい、新しいスープが出ますので。あ、わかりました。大丈夫ですか？2回の3回の大丈夫ですから。ありがとうございます。挑戦しましょう。はい、まほんま、ね、うん、マヨネーズ、マヨネーズ。はい、いらっしゃいませ。ちょっとライブどうかな。70ぐらいですね。もう醤油が入れた。うん、ほんと美味しい、これ。ちゃんとほうれん草の味する。ほんと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。なんか宇都宮で食べた新しいこの、そうだね、これまでなんで食べたことがなかったんだろうと。でもなんかおじいちゃん2人でいるとね、なんか可愛らしいね。可愛らしい、
マヨネーズと一味、うん、あのね、うん、水餃子の皮がめちゃめちゃ美味しかった。美味しかったね、うん、パセオパセオ駅ビルですな、うん、この中に青源ないよ、あったよ、あった、あった、ここです、ありました、いいんじゃないですか、うん、ここ青源、奥の2名様席、はい、ネギ味噌、これは行かなきゃいけないけどね、うん、じゃあ、こちらおすすめで出してさせていただいて、はい、好みで醤油、あ、そういうことですね、はい、はい、これがネギ、ネギノーマー、ノーマー、味噌だれがかかっている、いい匂いだ、うん、すごい、じゃあちょっと行っちゃってください、なんかね、ありがとうございます、すごいネギだな、ね、いただきます、これ食べるのどうぞ、うん、うん、おいしい、うん、うん、うわ、うわ、ニンニクがネギとニンニクがめっちゃ効いてる、あ、そう、あ、でも、おいしい、これはビールに合いそうやな、うん、めっちゃ合うと思う、うん、すごいな、すごいでしょこれいただいていいですか、はい、はい、これに、うん、味噌、うん、これ初だろ、うん、いただきます、うん、これもでしょ、絶対そうやと思ったうん、めっちゃにんにく、あ、これ白ご飯にも合うね、うん、だからご飯に軽食があるな、容赦ない、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、強いな、強い餃子、口の中がもうにんにくで、これでもかってことでニンニク、うん、まあ確かにニンニク好きにはたまらん、たまらん、はい、と思います、まあまあ俺は好きだよ、うん、私も好き、うん、で、あの普通のタレも、うん、普通の餃子にね、うんうん、普通のタレつけたんだけども、やっぱ味噌の方がマイルドになるんだよな、不思議と、うん、ガーリックをちょっと消してくれるのかも、ね、そう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 、うん、食べやすくなる、うん、まあ、別に食べやすく、食べにくいってことはないんだけど、俺ここ食べすぎるとお腹壊すから、多分そうね、あなたね弱い子ちゃんだからね、はい、はいはい、ここね、これはそうだね、ローソン横、餃子といえば新提案の餃子を提案、行ってみます、これね、なんかすごい洒落た店で、なんかいっぱい人がいるよ、もうさっき、はい、ご案内いたします、はい、こちら月踊りまで行っていただくと、はい、長くなります、はい、すごい、焼いてる、焼いてる、じゃあ先にご案内します、はい、なんかすごい引っ張る、うん、あ、水餃子いいな、水餃子ね、うん、焼きと水と一日で行こうか、焼き餃子の単品は同じものですけれども、はい、水餃子が2個か5個かでお選びができますが、いかがですか、2個か2個にしていろんな種類にしようか、あ、そうですね、それもいろんな味楽しめて、それもいいと思います、水餃子と2個と、こちら水餃子が2個、これエビ、エビのやつ、これも、はい、2個、これも2個、マーラー、はい、助けもありました、以上で、はい、1個、2個、2個ですね、はい、お持ちいたします、見てこれ、これそれ、ほら、あと基本の素晴らしい、はい、今野球さんもお待ちしますので、はい、お待ちください、これは何、エビ餃子、エビ、
水餃子と、こちらマーラー水餃子をお持ちしております。ここでつけて。お味は一応お肉にもついていますが、お好みで調味料を使っていただいても大丈夫です。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。エビ餃子。エビ餃子。ごめんなさい。ごめんなさいね。お待たせしちゃい、すいません。焼き餃子でございます。はい、すいません。ありがとうございます。はい、焼き餃子。マクロの餃子ですね。はい、手切りでお肉切ってるので、はい、中がほんとに。はい、おいしい。いただきますよ。どうぞ。こんにちは。お部屋を開けていきます。おいしいよね。これお皿使ってるんだ。いただきます。どうすか。うまい。いや、美味しかった。めちゃめちゃ美味しかった。だって多分あの、まあ、オペレーションが慣れてなくて、うん、ちょっとエビの水餃子とか忘れられちゃってて、そうだね、ちょっとぬるかったけど、うん、いや、あのちゃんと手切り、うん、手でさこうミンチしてるから、うん、めっちゃ肉感があって美味しかった。ね、あとオリジナリティやっぱすごいしっかりあったよね。しっかりあった。お肉のなんか香辛料とかも考えられてるし、そうそうそう。あとやっぱ皮が美味しい。うん、なんか頑張ってほしいな。俺らでも。あれ注文して1118円ね。そうそうそう、あんだけの従業員の方に相手してもらってちょっと申し訳ない気分になるけどね。あそこはね、うん、君とね、うん、小口君がねイケメン、二大イケメンやね。あ、なるほど。でも絶対小口君は、うん、あだ名がモコミチ絶対そう思うね。都会ですの。都会やの、はい。駅での3食を終えて、ファイナル、はい。やはりミンミンで始まったら終わるのはこちらということで、はい、まさしで締めます、はい。あと今度はここの駐車場に止めさせていただいて、はい、昨日来た通りだね。そうですね。でね、すごいもう一個、うん、すごい魅力的なお店が。餃子？餃子じゃないの。餃子じゃないんだ。餃子じゃないの。でも私のなんかこう、うん、立場的には一貫してるかな。なるほど。よくない？すごいね。あ、いいね。絶対これ美味しいんじゃん、ね、うわ、やってる。絶対美味しいよラーメン。でも食えないからそう昨日に続いてやってまいりました。餃子通り、私どもが参りましたのは、はい、こちらのまさしさん。え、店内での飲食してない。どうしようか。どうしようか。はい、はい、焼き2でじゃあ、はい。なんかもう3月からずっともうコロナの影響で、うん、ずっとこういう感じみたい。なるほど、まあ、しょうがないね。はい、まさしの餃子。お、残念ながら店舗はやっておりませんで、うん、テイクアウトのみでした。が美味しそうだね。おお、いいね。よいしょ。本日のファイナルラスト餃子、ラスト餃子テイクアウトになりました。思いがけずね。うん、あ、いいね、うん、うん、テイクアウトといってもね、焼き上げ、焼きたてうまっ。うん、美味しい。おや？美味しい。もうあれ全然昔のイメージと違う。あのね、うん、結構野菜だよこっちは。そうなんだよ、そうなんだよ。昔はそうなんだよ。重くないねんだから。それはね、俺たちが年取って昔は野菜で盛り足らなかったのは今それでぴったりになったということですよ。噛まれない。ここも。餃子はやっぱりね、これぐらいあちあちじゃないとね。うん、ちょっと待ってね。はい、どうぞどうぞ。めっちゃ美味しい。
うん、ここは確かさ、キャベツだったよね、白菜じゃなくて、うん、甘い、うん、表面がカリカリでうまい、うまいね、うん、相当いいね、相当いい、うん、まあ、さっきのこの持ち運んでる道のりを入れても一番熱い、うん、一番熱いね、うんうん、びっくりする、あー、はい、もしもし、はい、はいはいはい、お世話様です、はい、あ、すいません、今ちょっと出かけてまして、ごちそうさまでした、はい、やっぱり肉のミンミン、うん、野菜のまさしって言われてたけど、うん、その通りだね、で年がいってからまさしが美味しく感じてきた、いやー本当、はあ、美味しかった、時とともに変わるね味覚ってね、うん、というわけで、はい、宇都宮餃子ツアー、はい、終わりました、はい、合計6店舗、うん、そうだね、まあまあまあ、まあ、2日で回った方だよ、だよね、うん、でこれはまたあれだよね、うどんほどはやらないけれど、うん、まあ、ちょっと何回もやりたいやりたいねと、うん、まあ、あとはちょっと、浜名湖の餃子、浜松の餃子と宮崎の餃子も攻めていきたいなと思っております、うん、暑いです、暑い暑い暑い、というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、これからねツアー自体はまだ終わらないで、うん、群馬方面とかいろいろ行ったりして、はい、川崎を経由して帰りますので、もう数日、はい、三重に戻らずおります、はい、この後の企画もどうぞお楽しみください、それではまた、また